台湾史、台湾史、台湾史、台湾、日本皇帝支配下の島の歴史地理に関する記述とは、1704年、ロンドンにて出版された台湾についての記書である。著者は、ジョルジュ・サルマナザール、ジョージ・ソマナザー、1679年から1763年。台湾人を自称し、台湾人の祖先は、日本人である、子供の心臓を神に捧げる習慣があるなど、 高等無形な巨や台湾の歴史や文化、台湾語、台湾文字を捏造した。著者は欧州から出たことはなく、すべてが全くの創作であったが、アジアの知識に乏しかった西洋社会に広く受け入れられ、18世紀初頭のヨーロッパの知識階級に台湾や日本に対する誤った印象を植え付けた。本書は典型的な偽書であるが、 ヨーロッパの知識階層からの歓迎を受け、広く読まれるに至った。台湾人の服装や食生活、儀式や風習、政治体系、生活様式など、様々な事例が、具体的に承述されているが、すべてサルマナザールによる創作である。例えば、台湾人は服装によって、身分が判別されるとして、王族、総督、貴族、平民など様々な階級の服装が詳しく、 描写されている。王族や総督一族の衣装は宝石を散りばめているなどと豪華さが強調されている。それに対し平民は上着を一枚羽織るだけで陰部を金属製の皿で隠しているという描写をされている。また、台湾では年間に2万人もの少年の心臓を生贄に捧げるという記述もある。特徴的なのは台湾人と日本人との類似性を強調している。 で、台湾人の平民階層の生活習慣は日本人のものとほとんど同じであると記述している。ただし、その過程で日本人はいつも小さな帽子をかぶっているなど日本風俗についての描写も絶造している。サルマナザールは台湾語、台湾文字も絶造しており、書中には台湾文字の一覧表もある。その一覧には兄、メニ、ボインら、 ザムフィーなどと発音されるという台湾文字が掲載れており、台湾語の文字は全部で二十字とされている。そして、ここでも台湾の言語は日本と同じという説明がなされており、日本人が使わないの道等を台湾人は使用すると述べている。この点において去るマナザールは以下のように論じている。日本人の祖先は中国から追放されたために中国を恨み、 言語その他すべてを中国風から異なる様式にした。そして、日本人の祖先は最初、台湾島に居住したため、今でも台湾島には日本の言語、風俗が残っている。だが、その後、日本人自身がどんどん言語や風習を変えたため、日本と台湾に際ができたのだ、と。だが、無論、以上の内容はすべて、サルマナザール一人による創作であり、 全く根拠のない虚言である。前半は、台湾の高官の家に生まれた自分がイギリスに、たどり着くまでの話と、英国協会に受け入れられやすくするためのイエズス会に、対する批判。後半は37章。第2版からは40章からなる、大の説明、生態、宗教、祭事、風習、服装、年建物、食べ物、貨幣、言語、教育など。 執筆に際しては、協力者のウィリアム・イネス牧師から、ベルンハルドゥス・バレニュースの日本伝文記や17世紀前半に実際に台湾で布教したオランダ人宣教師、ジョージ・キャンディディウスの著書を参書に与えられたが、伝文や創作によって、虚構の台湾像を作り上げており、第二版冒頭では、疑惑を持った読者への質疑応答を掲載し、自説こそが事実であると強弁した。 著者のジョルジュ・サルマナ・ザール、1679年から1763年は、フランス生まれの著述家であるが、本名は不明。イエズス会の神学校に学んでいたが身を持ち崩し、オランダやドイツの軍隊に身を投じた。そこで入手した極東の情報が、後日の著述に生かされることになる。最初に本人を装っていたが、1703年、従軍牧師、 ウィリアム・イネスの助言によって嘘が発覚しないように、より未知である台湾人、台湾生まれの日本人を自称し、共にロンドンに移住。肉を生殖する、椅子に正座で座るなど、自らが創作した台湾の風習に基づく行動にり、社交界にて注目を浴びる。その翌年、台湾史を出版し、知識階層から賞賛される。時折、 偽書の疑いが指摘されたものの、約25年もの間、信頼を得ていた。後に事実を告白し、その結果、学術界を追放された。彼は、改心して、キリスト教会に戻り、1763年、ロンドンにて死去した。初版は、ラテン語で出版され、1704年に英語、その後、フランス語、オランダ語に翻訳された。出版当初は、 ヨーロッパ人が未知である極東の実情を報告する学術書として大変な好評を持ってヨーロッパの知識階層に受け入れられた。その余波を買ってサルマナザールは日泰人台湾録なる偽造の台湾録も出版している。後に鉄像が発覚するとはいえ、この台湾録は18世紀初頭の数十年にわたりヨーロッパ人の極東認識を左右し影響を与えた。 その一端として、ジョナサンス・スウィーフとのガリバー旅行機や恩恵なる提案に影響を与えているとされる荒又広氏、ほか、そして本書のデッ像発覚は歴史研究における交渉伝達の信頼性を見直すという動きに一定の影響を与えたと推察されている。日本では1960年代に、 台湾系の直木賞作家陳春心が神に許しをというサルマナザールを主人公にした短編を書いている。本作品中では偽の台湾を作り上げることに熱心だったサルマナザールが偽書作成が世に明らかになった後反省に旧悪の残悔を通じて謙虚な自分を作り出し、ついには自分自身を成人のごとき偽の人格者に作り上げてしまうという過程を描き、 本物と偽物とは何かということを問いかけた。1981年、昭和56年には、山本七平が台湾史の書評という形を取った著作、空想機構、講談社を出版し、フィクションや嘘の見分け方について考察している。荒又博は、本書の詳細なる世界創造力は、指輪物語などの創作神話にも近しいものがあると、論じている。 1996年には、節綾約福、二枚佐護変形記、台北、大塊文化、ISBN98 億6760万908、同、ISBN95 億7846万8032、SH という字は、北方方言で、何の意味として、台湾にて、翻訳出版さ、ヨーロッパ人が、想像した、当時の台湾。 日本の様子を伺うことができる文献として注目された。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。